ササラです。2023年4月19日現在、ビットコインの半減期までの日数が1年を切っています。約353日後の2024年4月6日に半減期が訪れる予定です。ビットコインの過去の半減期後のデータから、次回4回目の半減期後のピークとボトムの日付と価格の予測をしてみたいと思います。この動画を見ると、ビットコインの4回目の半減期後の予測を知ることができます。ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。では、早速本題に入ります。ビットコインの1回目から3回目の半減期後のデータ、ビットコインの1回目から3回目の半減期の日付と価格のデータと、半減期後のピークとボトムの日付と価格のデータ、ピークからボトムまでの価格の下落率、半減期からピークまでの価格の倍率、前回の半減期後のボトムからピークまでの価格の倍率、といったデータを見ていきます。ビットコインの1回目の半減期後のデータ、まず、1回目の半減期後のデータを見ていきます。半減期は2012年11月28日に訪れ、その時の価格は約1000円でした。ピークの日付は2013年11月29日。価格は115,743円。ボトムの日付は2015年1月14日。価格は29,820円。ピークからボトムまでの価格の下落率は 82%。半減期からピークまでの価格の倍率は116倍。前回の半減期後のボトムからピークまでの価格の倍率はデータなしです。ビットコインの2回目の半減期後のデータ。次に、2回目の半減期後のデータを見ていきます。半減期は2016年7月9日に訪れ、その時の価格は 65,440円でした。ピークの日付は2017年12月17日。価格は215,674円。ボトムの日付は2018年12月14日。価格は368,223円。ピークからボトムまでの価格の下落率は 83%。半減期からピークまでの価格の倍率は33倍。前回の半減期後のボトムからピークまでの価格の倍率は103倍です。ビットコインの3回目の半減期後のデータ。次に、3回目の半減期後のデータを見ていきます。半減期は2020年5月12日に訪れ、その時の価格は947,066円でした。ピークの日付は2021年11月9日。価格は758,319円。ボトムの日付は2022年11月21日。価格は221,045円。ピークからボトムまでの価格の下落率は 71%。半減期からピークまでの価格の倍率は8倍。前回の半減期後のボトムからピークまでの価格の倍率は21倍です。3回目の半減期後のピークとボトムの日付と価格は確定していませんが、2023年4月19日現在におけるピークとボトムの日付と価格を採用しています。ビットコインの4回目の半減期後の予測。ビットコインの1回目から3回目の半減期後のデータをもとに、4回目の半減期後のピークとボトムの日付と価格を予測します。ビットコインの4回目の半減期後のピークの日付の予測。半減期後のピークの日付の予測をします。ビットコインは半減期の368日から550日後に、ピークに到達するというデータがあります。およそ、1年後から1年半後です。このデータを4回目の半減期に当てはめると、2024年4月6日の1年後から1年半後ということになり、4回目の半減期後のピークの日付は、2025年4月から2025年10月までの間ということになります。ビットコインの4回目の半減期後のピークの価格の予測。半減期後のピークの価格の予測をします。現在はまだ4回目の半減期に到達しておらず、半減期からピークまでの価格の倍率をもとに予測をすることはできないので、前回の半減期後のボトムからピークまでの価格の倍率をもとに予測します。
前回の半減期後のボトムからピークまでの価格の倍率の推移を見ると、103倍から21倍に低下しており、倍率は約5分の1になっています。単純に次回も5分の1になるとしたら、次回の4回目の半減期では4倍ということになります。しかし、この倍率の低下には歯止めがかかり、低下の速度も緩やかになるものと思われます。なぜなら、このまま倍率が5分の1になり続けると、将来ほとんど価格が上がらなくなってしまうからです。全く倍率が低下しなかった場合は21倍、倍率が5分の1になった場合は4倍なので、今回はその間を取って12倍で予測することにします。3回目の半減期後のボトムの価格は2214,095円であり、この価格を12倍すると26,609,140円になります。よって、4回目の半減期後のピークの価格は26,599,140円と予測します。ビットコインの4回目の半減期後のボトムの日付の予測、半減期後のボトムの日付の予測をします。ビットコインは半減期の779日から914日後に、ボトムに到達するというデータがあります。およそ2年後から2年半後です。このデータを4回目の半減期に当てはめると、2024年4月6日の2年後から2年半後ということになり、4回目の半減期後のボトムの日付は、2026年4月から2026年10月までの間ということになります。ビットコインの4回目の半減期後のボトムの価格の予測、半減期後のボトムの価格の予測をします。ピークからボトムまでの価格の下落率の推移を見ると、82%、83%、71% となっており、どの半減期においても、およそ 70% から 80% の下落率であることがわかります。今回はこの3つの下落率の平均をとって、79% で予測することにします。4回目の半減期後のピークの価格は26,599,140円と予測したので、ここから 79% 下落すると5,579,519円になります。よって、4回目の半減期後のボトムの価格は5,579,519円と予測します。ビットコインの4回目の半減期の価格の予測、半減期後のピークの価格の予測が出たので、半減期からピークまでの価格の倍率をもとに、半減期の価格を予測します。半減期からピークまでの価格の倍率の推移を見ると、116倍、33倍、8倍と低下しており、倍率は半減期ごとに約4分の1になっています。単純に次回も4分の1になるとしたら、次回の4回目の半減期では2倍ということになります。しかし、4回目の半減期後のピークの価格の予測でも述べた通り、この倍率の低下には歯止めがかかり、低下の速度も緩やかになるものと思われます。全く倍率が低下しなかった場合は8倍、倍率が4分の1になった場合は2倍なので、今回はその間を取って5倍で予測することにします。4回目の半減期後のピークの価格は26,599,140円と予測したので、この価格を5分の1にすると531,3828円になります。よって、4回目の半減期の価格は531,3828円と予測します。まとめ、いかがだったでしょうか。まとめると、次回の4回目の半減期後の予測は次のようになります。半減期の日付は2024年4月6日。半減期の価格は531,3828円。ピークの日付は2025年4月から2025年10月までの間。ピークの価格は26,599,140円。ボトムの日付は2026年4月から2026年10月までの間。ボトムの価格は579,519円。これらの予測は高度な分析手法を用いて算出したものではなく、素人レベルの予測ですので当然外れる可能性も十分にあります。また、これらの予測は、ビットコインへの投資を進めるものではありませんので、投資をされる際は、ご自身の判断により行っていただくようお願いいたします。皆さんは、
次回の4回目の半減期後の予測はされていますか？どのような予測でも構いませんので、コメント欄に書き込んでいただけると嬉しく思います。ブログとツイッターの URL は、説明欄に記載いたしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。